どうも、のっちー TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。はい、今回の動画では最新スピードサポートカードランキングの方をやっていきたいと思います。で、まずこちら私が思うスピードカードランキング一覧を表示いたします。で、今回ランキングはこのようになっているんですが、まあ、このね、数字だけを見てもわからないと思うので、こちらの表を見ながら解説をしていきますので、よければ動画を最後まで見てみてください。このランキングは単純な練習性能のランキングではありません。イベントや金スキル、そして今現在のメタ、最新の使える金スキルというね、事情とかも織り交ぜてのランキングとなっています。なんで練習性能だけではなく、金スキルの有効性、さらにその金スキルのトレンドまで織り込んだランキングとなっています。で、まずはこの表の見方を説明いたします。青文字は固有ボーナスの値も含む数値を記載しています。この青文字が書いているところは固有もプラスされた数字です。で、赤文字が注目ポイントとなっていて、まあ、これに関しては赤いところがまず注目なんですけども、青文字とね、かぶっているところもあったりするので、そこはね、このね、解説で喋っていきますので聞いてみてください。で、このスピードの位置、パワーの位置に関しましては、やる気が絶好調の時の友情トレーニングレベル5の時の伸び値を表しております。で、あとはね、得意率なんですが、ここはまあ100だから 100% という意味ではありません。100の場合は30何パーセント、50の場合は20何パーセントみたいな感じになってます。はい、ということでやっていきます。今回の注目ポイントは、新しく登場した SR のスピードカード、進行ウィンディですね。こちらについても重点的に解説していきます。では1位からいきましょう。1位は北サンブラックですね。このカードはもう皆さんね、強いということも分かっていると思います。圧倒的得意率、そしてパワーボーナスがあることによりパワーも伸びる。で、この古戦のプロフェッサーに関しても普通にね、まあ有用性というものもあるスキルになっているので、北サンブラックは全く隙がないカードになっております。もう序盤、中盤、終盤、隙がないよね。ということで、まあかなりのぶっ壊れカードとなっています。そして次に第2位がツインターボとなっております。このツインターボとビコーペガサス、これはもうね、2位と3位分け合ってもいいぐらいで、その時々や使用用途によってランキング変わると思います。ビコーペガサスが2位でもいいと思います。で、まずね、ツインターボを2位にしてる理由なんですけども、今回ね、先手必勝の価値というものが最新のメタにより、その逃げ馬娘につけたりすることで、低運スカイ登場してね、そのね、1番手を取るという意味でかなり注目が集まっています。なんでこの先手必勝をね、取れるというところでツインターボのランキングが上がっています。で、練習性能もね、悪くないもので、トレーニング効果アップもありますし、やる気効果がね、めちゃくちゃ高いということで、まあビコーペガサスとね、そのスピードの練習での効果は変わらないものとなっております。ただし先手必勝は上げませんされる、さらにそれが3段クルーンになっているので、まあ入手確率は低いものとなっています。で、あとはね、ツインターボに関しては先手必勝が取れないとしても、その回スキルのね、コツレベル3をもらうことができるので、まあ、一応その白スキルで許容するというね、2段階目が通ればまだね、使えるカードかなというふうに個人的には思います。はい、そして第3位がビコーペガサスですね。まあ、このカードは本当に強いです。いつも強い練習性能となっていて、まずトレーニング効果アップが固有含めて 20% あります。スピード練習以外にいた時もそのね、効果発揮するというところで、ビコーペガサスはかなり強いです。で、さらにね、固有も合わせると得意率も高いものとなっているので、まあ、練習性能という面ではね、これツインターボとかもね、超えてくるというところです。で、あとはね、金スキルはプラン X なんですけども、このプラン X は乾燥率が異常というね、体感があります。いつもそのプラン X が必要じゃない時に入れてるんですが、プラン X ね、必ずくれるぐらいめちゃくちゃくるっていうね、まあ、そういう個人的な印象があります。はい、そして第4位が東海帝王ですね。東海帝王はパワーボーナスがあって、パワーのね、伸び値が高いです。なんでスピードと合わせてね、パワーも上げたい時には東海帝王の編成をすることが多いです。で、さらにね、この金スキル一陣の風なんですけども、まあ、最近ではその加速スキルの重要性というものがあって、一陣の風はまあその発動タイミングがね、固定ではないので、そのランダムの中でいいタイミング、ベストのタイミングを引くことができれば、この一陣の風でめちゃくちゃハマるということで、まあ、一陣の風ガチャみたいな風にも言われたりするんですけども、最終直線でこの金スキルが出るということをかけて一陣の風を取るということも考えられます。
はい、そして次が桜爆心王です。このカードは非常に練習性能が高いです。特にスピードだけで言ったらゲーム内でね、一番スピードを上げてくれるカードと言っても過言ではありません。桜爆心王の特徴は得意率もね高くて、さらにトレーニング効果アップもあるというところで、スピードのステータスを伸ばすには最適なカードとなっております。はい、そして第6位がスイープ刀匠です。このカードは SR の中でも非常に強いです。で、貫突の SR スイープ刀匠と突が進んでいない、ね、SSR を比べた場合は軽く SSR のカードを超えてきます。なんでスイープ刀匠を突させていくっていうのはかなりメリットがあると思います。で、特筆すべきところはイベントで、ね、愛嬌とかもあったりするんですが、まずねトレーニングアップ 10%、 ここがね非常に強いです。これがあることで他の練習に行った時にも性能がいいものとなっております。で、あとね、私個人的にいいなと思ってるところはこのスキルポイントボーナスですね。これがあることでスキルの取得数とかをね増やすこともできたりする。ここもね地味に効いてくるところです。スイープ刀匠は SR の中でももう大エース級の働きをしていると思います。はい、そして皆さん注目の進行ウィンディなんですけども、第7位に私はランクをつけました。で、練習性能についてはこの友情ボーナスがね固有も合わさることで、まあ、かなり高いものとなっております。そのおかげでスピードの練習で友情タック発動した場合なんですけども、かなりのスピードを伸び値を誇っています。その点ではスピード練習だけで見るとスイープ刀匠の性能を超えてきます。まあ、ただしスイープ刀匠はトレーニング効果アップ 10% ややる気も40ということで、他の練習にいる時の強さというのがあるので、このスイープ刀匠と進行ウィンディを純粋に比べた場合は同じくらいの練習性能だと私は思っています。スピードにいる時は進行ウィンディ、他の練習にいる時はスイープ刀匠という形になっています。で、この進行ウィンディなんですけども、今現在ガチャで来ています。なんで今回のガチャの目玉は SR 進行ウィンディ、こちらのスピードサポートカードが目玉かなと思います。無課金美課金の方でスピードカードが揃っていない場合なんですけども、進行ウィンディがね貫突した時には大きな戦力となると思います。はい、そして次は川上プリンセスですね。川上プリンセスは練習性能がまあそこまでは高くありません。スピードボーナスとパワーボーナスダブルで持っているんですが、トレーニング効果アップが低かったり、あとはねやる気もそこまで高くないということで、純粋な練習性能は、まあ、そこそこのものとなっています。なんですけどこのカードの強いところはこの注目の踊り子という金スキルです。このスキルは今のね逃げのメタで取るということも序盤発動なので考えられますし、あとはねチーム競技場でポイントを稼ぐときにその金スキルを安く取れるというところでの価値が高いです。なんでこのカーカインプリンセスが一番ね効果発揮するのはチーム競技場でのスコア稼ぎとかのね時にはデッキにねかなり入ってきて、それでいうと3位以内に入るようなカードになっています。はい、そして次がスペシャルウィークですね。スペシャルウィークはちょっとここ見てほしいんですけども、進行ウィンディと、大体同じぐらいの性能となっております。で、友情に関して進行ウィンディの方が少しだけ強いので、まあ、進行ウィンディの評価でもいいんですけども、スペシャルウィークよりも少し強いのが進行ウィンディというふうになっています。で、このスピードのスペシャルウィークに関してはやはりね食いしん坊を取るためのカードというふうになっております。この食いしん坊という金特殊能力が中盤発動でね非常に強いので、先行のね回復スキルがいるようなレースの距離ではかなり重宝されるカードとなります。はい、で10位以降はねちょっと軽くいきたいと思います。10位がエイシンフラッシュをランクインさせました。エイシンフラッシュはイベントが非常に優秀で体力の最大値を上げてくれるというところが非常に魅力的です。練習性能もまあそこそこあってね、トレーニング効果も 5% あったりするので、まあ、採用があると思います。で、このね10位以下のカードここまでなんですけども、レースボーナスがね少し低いというのがあります。まあ、その点先ほど申し上げた進行ウィンディがレースボーナス10あるとこもねいいところです。スイープ刀匠との違いがもう一つあって、レースボーナスが、まあ、スイープ刀匠の場合は5、進行ウィンディが10というところ、ここも大きな違いとなっています。はい、で次が成田大臣ですね。成田大臣も練習性能はそこそことなっていて、まあ、トレーニング効果アップ 10% などはかなりいいものとなっております。まあ、ただし大臣はやはりね得意率が低かったりするので、まあそこまでランキングは上がっていません。成田大臣の採用は追い込みの馬娘を育成するときとかに私は使ったりしています。で、次は西のフラワーですね。
西野フラワーはまあ初期にねめちゃくちゃまあ強いみたいなランキングも上の方だったと思うんですけども、まあ、最近ではやはりねこの得意率がないというところがまあ痛いという感じになっております。まあ、愛嬌をくれたり、まあ、あとは体力の最大値を上げてくれたりとかね、いろいろメリットはイベントではあるんですが、やはりね、この得率がないというところが響いてきているという形です。はい、で次はね、サイレンスズカにしています。まあ、サイレンスズカに関しては、左回りとかね、逃亡者が欲しい場合は、もうちょっとランキングは上げていいかもしれません。で、まずは練習性能がね、そこまでは高くないということは押さえておいてください。で、あとはね、逃げの有効なスキルを持ってるんですが、ヒントレベルがないというところもね、少し痛いこととなっております。で、逃亡者については他の動画でね、2本ぐらい解説しているのがあるんですけども、星雲スカイが登場した今となっては、少しね、逃亡者の価値が落ちているということがあります。なんでここはね、ランキング少し下がってしまったのは、この逃亡者の必要性。逆に言うと、星雲スカイの登場によって、まあ少しね、ランキングが下がっているということになります。はい、そして次がキングヘイローですね。キングヘイローはパワーボーナスがあるということが特徴です。なんでこのカードの採用は崩壊帝王を持っていない場合でキングヘイローがね貫突しているなら採用するという感じになっています。その場合はパワーを伸ばすねスピードカードとして優秀なので使っていくのもありだと思います。はい、そして次がゴールドシチーですね。ゴールドシチーに関してもパワーとねスピードのボーナスがあってダブルボーナスです。でさらにねイベントも回復が多くてねかなり優秀です。なんですけどこのランキングが低い意味としましてはこのね得意率がないというところですね。ここがやはり響いてきてステータススピードを伸ばすことがねあまりできなかったりするのでランキングは低いものとなっております。で補足ですがキングヘイローに関してもねここ低くなっているのはここねレースボーナスもないというところもあります。はい、ということで以上がスピードサポートカードの最新版スキル、そしてイベント、そして今のね、最新のトレンドも含めたランキングがこちらとなっております。で、あとはね、皆さんの手持ち状況にもよると思いますので、皆さんの状況に合ったスピードカードを採用して、ウマ娘育成頑張っていきましょう。ということで、のっちん TV でした。動画をご視聴ありがとうございました。また次のウマ娘動画でお会いしましょう。それでは、またな。バイバイ。